皆さんこんにちは。じゃあジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎とテレビ改革と徳島県議員靴沢でございます。もう靴沢さんもね慣れてきましたよね。前ね出てもらった時ねカチンカチンでね、そりゃ緊張しますよ。初回なんだから。今日はね文化人放送局の楽屋でこのリラックマンもいるね、とこでリラックスしてないんですけどね、ちょっとね、はい、まあ今日は実はですね、たまたまですよ、昨日ね、政府で菅政権で閣議決定になったばかりのね、はい、NHK の経営計画、これ閣議決定承認されて、新しい年度の予算が出たんですけどね、これちょっとどう見たらいいのかということをね、ちょっといろいろね、簡単にではありますが詳しくはまたね、はい、ぜひ靴沢さんの番組でやってほしいんだけど、はい、うちとしては簡単にですねこの問題点をね、はい、話し合いたいと思ってですね、はいはいはい、まあ私の問題意識で言うとね、お前ごまかしてんじゃねえよと。これはっきり言うとですね、これ何枚もあるんですけどね、とどのつまりこれだけなんですよ。この1枚で終わりの本当は、うん、この1枚何があったらね、ともかく7000億以上ある予算のうち700億円をねこうは端折って値下げのね原資にしますっていうこととね、はい、あと広いんですよね、コスト削減でね、要するに衛星波はね2つあるのを1つにしますよとかね、あと音声波ね、ラジオは第1、第2 FM とあるけども第2放送なくそうという方法みたいですね、いう形でね、ともかくねやることを減らして、うん、それコストダウンするっていうんだけども、私これだけ言っておきますけどね、最大の問題はね業界で一番高いって言われてる、それこそ楠澤さんが突き止めたね、社員1人当たり年収にすると1700万円を超える人件費には手をつけない、手をつける気全くなしというところだと思うんですけどね、うん、いかがでしょう、これご覧になって。総務大臣から言われてんのに。そうなんですよ、この計画にはないんですよ、無視ですね、無視してる、うんうん、でこれね実はね今おっしゃってるんだけども、はい、総務大臣意見ってついてるんですよ、これこれはまたね項目が多いわけね、うん、これ NHK がねポンチ絵って言うんだけど説明を作ったらこの1枚だけ、うん、で総務大臣の意見はね、こんなびっちりね字が入ったやつがね4枚もあるわけよ、はい、4枚半ね、はい、4枚半あって、あれせいこれせいって、この中ではっきりね人件費は適正にしなさいよということとね、はい、あと NHK がねずっと総務省に言われてるのがね、あんたたちねすぐねコストをね膨らまそうとするんだからね、インターネットの事業をね手出すのやめろと、拡張すんなと言ってんのに、いやオンデマンドでうちはね増収するから、増収見込みだからやらせてくださいってね無理押ししてねやめとけって言ったのをね無視してやっちゃってるんですよね。これも問題ですよね。全然コントロール効いてないんですよね、うんうんうん、コントロールすべき総務省が。そうなんですよ、結構NHK に頭上がんないところありまして、うん、NHK が望むように通知も出すし省令も変えちゃうっていう話を。そうなんですよね、聞いてます。ともかくね、このいろいろこの数字の見通しもね細かいのを出して説明したみたいなんだけど、はい、オンデマンドでねいきなりですよ十何億の黒字だと。あ、まだ入ってないのよお金、これ入ってないのにそんなことを決めつけてるとかね、うん、あと心配なのはね、実際だから全くこのねコスト削減の中にその人件費の問題はやっていかない。だから普通ですね、企業がねお前のとこ問題だろって言われた時まず手つけるのはリストラなんですよね。でそれはね雇用は守んなきゃなんないけどね、一人ね1700数十万ですかの年収の雇用を維持するなんて異常ですよ。朝日新聞ですら給料下げたのに。そうですよ、変な話だけどこれはね、もう年取ったから早期退社してくださいって言って、むしろこの半分のね年収の人をまだ雇用を増やすっていう意味で増やしたっていうぐらいだよね。この場合はね、これ皆さんね考えてほしいんだけど、人件費減らして雇用を増やせるぐらいの規模なんだよ、ここは。それをやらないっていうのはおかしいじゃないですか、これ。全然ね、だからね、特権階層のね、今日もね、すごいひどい話聞いたよね。加藤清隆さんね、この、まあ、マスコミ業界長いから、いろんな話してくれたけども、まあ、みんなでこの、ヨーロッパにいるときに、和食の弁当をごちそうになったら、NHK の職員だ、NHK の特派員だけは、まずい、こんなもん食えるかって言った。みんなヨーロッパで久しぶりに和食を食えたのに、
だからよっぽどねお高いものをお食べなんでしょうね。なんか貴族ですよね。貴族ですよね。そういうエリート意識の塊だということですよね、うん、あと最近はもうまあねオンデマンドで一つだけ理解できるのはね昔の番組はいいやつありますよ、はあ、最近何もないよね。見てないか分かんない見てないか分かんないけど最近なんかね予告編みたいなのはねいろいろ見たってね全然魅力あるのないしね、うんうん、本来は今日も問題にしたようなね昔ありましたよね、その切り込んだね、例えばあの中国でこんな問題ありましたとか、ウイグルの問題なんか本来ね、やんなきゃいけないのにね、そうです、やってないわけですよ。CNN でそれやったの。そうですよね。で、僕なんかね、昔ね、NHK って、かなりあのシルクロード特集ってやったんですよ。あで、あの日中でね、国交回復してしばらくした後ね、シルクロードブームになって、でまさにシルクロードのね、あの中国の場所って、ウイグル自治区なんですよ。そうなんですね。そういう点ではね、黒い、うん、あの時にね、あの時に散々お世話になっておきながらね、今ひどいことになってて、その状況を伝えないっていうのはもう なんていうか道義的にもおかしいなと思うんですよね。道義、何それって感じね。本当だよね。まあそういうことでね、これね、うん、でもね、僕は本当、これもう一つ怒り感じるのは、総務大臣の意見言ってると、じゃあね、普通ね、閣議で、この意見ちゃんと通ってるんですかって、全然通ってないの。この意見全然取り入れられてないのに意見書がついてこれが一緒になってこれで菅総理のところを持ってきてですよ。で大臣が全部並んであじゃあこれでいいか待っちゃったんですよ。これでいいのかこの菅政権ってどう思うんですよ。で菅総理のあの息子さんでしたっけ。息子さん衛星放送関係の会社にいますんで。ああやっぱそこに来ちゃうのかな。向こう側ですよ。うん、向こう側なんだよね。だから NHK も去るもんで、結局そういう風にだん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 手を回してるわけですよね。あの後ろめたいもんであの、うんうん、議員の息子さん娘さんどんどん盾としてこう、うん、備えてるわけですね。そうで、あとね僕もね思い当たるのはあのね結構ね家族いるんですよ。ああ議員の子供とか家族とかいるし、あとね、逆にNHK から、まあ、私知ってる人はいい人ですよ。和田政宗さんも NHK の記者出身で、NHK に厳しいこと言ってる人だからいいんだけど、結構 NHK 出身って他にもいるんですよ。議員さんですよね。議員さんいますよ。いますよ。だから結構ね、政界との癒着ってのもね、これは深刻かもしれないですよね。そういう中でね、例の池上さんの徴用バッグもありますしね、はい、あの人はだから僕は池上さんっていうのはね昔あの まだうちの子供がチビの頃ね、もうみんな大人になっちゃってるけど、子供ニュース解説の番組ありましたよね。 あれでおいいお父さんじゃないかと思ってたけど、とんでもないお父さんでね、あれね。まああの時からあの渡された台本読んでるだけ、読んでるだけ。それ勘違いして今なんか自分で変な台本作って世界の歴史を変えてってるじゃないですか。あれもあのテレビ局に渡されてる。渡されてるのをまたやってて、で彼で僕びっくりするんだけど本がすごく売れてるんですよ。そうなんです。僕もあの拙い物書きではあるんですけどもね、うん、彼の本なんて常に出れば平積みでね、どん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 、まあ、スリーブ数も違うからドーン積んであるけどね、僕もなんか3冊ぐらいあったらいい方で。高齢者 の, あの池上信仰がすごいですね。だからね、これは怖いよね。だから今日あの文化人放送局の番組でも言われたけどね、やっぱテレビ洗脳っていうのはね、すごいです。聞いてるんですね。だからそれが既得権益になってね、はい、ああいうものがなってると、はい、やっぱこれやっぱり打破しないと、いい我々が楽しみがね得られないというだけじゃなくてね、世の中が悪くなっちゃいますよ。最優先です、うん、ということで私はねテレビ改革等に期待しとるわけですね。す、まあ、そういうことでね、今日はあくまでこのね NHK の改革計画の触りということでした。触りは私のところでやって、本格的な批判はですね、これから楠澤さんのところでねやってくれると思いますので、こうご期待ください。そして、楠澤さんのチャンネルも登録してくださいね。ありがとうございます、まあ、そういうことで今日はお話を伺って、宣伝ありがとうございます。いや宣伝どんどん宣伝しますよ私は。はい、で楠澤さんの仲間もねいっぱいまたね、都議会議員選挙にも立候補予定です。まあ、ぜひ皆さん関心持っていただいて、よろしくお願いします。まあ、出るんだったら応援していただく。これね僕のね言いましてすごくね公選法に引っかかんないよ。まあそういうのはね大事なんでね、皆さんぜひこのテレビ改革等にも応援いただけるようによろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。